ニオブララルイ層は、後期白亜紀のコニアシアン、サントニアン、カンパニアンにあたる8700から8200万年、前に堆積した北アメリカの地層。二つの構造ユニットからなり、スモーキーヒルチョーク部層が、ホートヘイズ石灰、岩部層の上に横たわっている。西部内陸海路に生息した微生物に由来する塩石から構成されており、 アメリカ合衆国とカナダのグレートプレーンズの大部分のもとに存在する。脊椎動物の化石証拠は、総全体を通して共通しており、死鳥流、モササウルス化、翼竜、原始的な水鳥の標本が産出している。ニオブララルイソーのタイプ産出地は、アメリカ合衆国ネブラスカ州北東部のノックス群で、ある。ニオブララルイソーは1870年に、 イエール大学のオスニエル・チャールズ・マーシュが先導する遠征中に発見された。同年及び1871年1872年の調査により、この地層に一般に共通する数多くの脊椎動物化石が初めて発見された。1879年まではマーシュが指名したベンジャミン・フランクリン・マジア、サミュエル・ウェンデル・ウィリストンといったプロの化石収集家の 式のもとで調査が続けられた。それ以来ニオブララ類層の発掘調査は続いており、著名な化石収集家、チャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグの息子、ジョージ・フライヤー・スタンバーグとカンザス大学の H.T. マーティンにより標本が発見されている。この地層の秀逸な資料の一つは、カンザス州ヘイズのスタンバーグ自然史博物館に展示されている。 ニオブララ類層のスモーキーヒルチョーク部層は、ニオブララ類層で発見された化石の大半を占め、23の剣層に分かれている。多くの脊椎動物は層の上側から出土し、ニオブララ類層の層除が完全に理解される前にほぼ、すべてが回収、記載されていた。標本は、青灰色の血眼内視黄色の白亜と呼ばれる層から出土したものとして記載されており、これは、 以前考えられていたように異なる、相序単位を示すものではなく、むしろ同じ路頭の様々な地点で確認される、風化現象と捉えられている。ホートヘイズ石灰、岩部層は固く巨大な石灰岩から構成されている。ニオブララ類層は、海洋のピエール結岩の上に存在し、カーライル類層やベントン結岩のもとに位置する。ニオブララ類層が堆積する間、 西部内陸回路には多様な生物が生息していた。中世代の終焉以前に進化した最後の水生生物の一つであるモササウルス類といった多くの生命が白秋後期のこの時代までに出現した。ニオブララ類層の生物はダコタ類層に匹敵するがダコタ類層はセノマニアンで堆積しておりニオブララ類層よりも1000万年昔の地層である。二枚貝、カキ。 海売り、アンモナイト、イカが、ニオブララ類層では、一般的であり、当時の生物症の大部分を占めていた。海面動物、関係動物、甲殻類の化石証拠は少ない。魚類魚類は、ニオブララ類層で発見される、はるかに普遍的な化石であり、サメや蒸気綱、肉綱が豊富である。当時の海には、小型の魚類だけでなく、肉食性の大型魚類も生息しており、 シファクティヌスが筆頭に挙げられる。原生種と、近縁なものも発見されており、原始的なシーラカンス、ヒウチダイカ魚類、ミズウオ、レピソステウス属、サケカ魚類がいる。クレトクシリナシファクティヌスパキリゾデスエンコデスカメ、プロトステガ大型のウミガメが発見されている。アンモナイトやイカ、その他等足類を食料としていた可能性が高い。主張流。 スティクソサウルスニオブララ類相の主張流は、プレシオサウルス上下の内首の長いエラスモサウルス下と、首の短いポリコチルス下の2下からなる。ポリコチルス下は、プリオサウルスアモクに類似するが、彼らはニオブララ類相には分布しておらず、直接的な系統関係もない。エラスモサウルス下と異なり、ポリコチルス下は素早く遊泳していたと考えられている。当時の海には、 主潮流は少なかったためニオブララ類層においても彼らは貴重でありむしろニオブララ類層の上に存在するピエール血眼で出土することが多い。モササウルスカティロサウルスクリダステスモササウルスカはニオブララ類層において最も一般的な海生爬虫類であり当時の海で最も繁栄を極めた。ニオブララ類層のモササウルスカにはティロサウルスアカプリオプラテカルプスアカ モササウルス赤、ハリサウルス赤のように赤がおり、糖塞類、魚類、カメ、翼竜類、鳥類、主鳥竜を捕食する支配的な捕食動物だった。小型のモササウルス類を捕食したする化石証拠も発見されている。しかし、クレドキシリナといった大型のサメに襲われることもあった。当時のニオブララ類層は西部内陸回路の中央に存在していたため、この地域に モササウルス類の若い個体がいることは、モササウルス類が数百キロメートル沖きに出て出産したことを示唆している。幼体は捕食者に対して脆弱であると推測されており、モササウルス類は単独でなく集団で生活していた可能性が高い。また、胎生の動物は卵性の動物よりも幼体の個体数が一般的に少ない傾向があるため、生まれた個体が少ない場合には、 個体数維持のため集団に保護を求めた可能性が高い。抑流ニクトサウルス分類学にも左右されるが、2から4属の抑流が生息していた。ニクトサウルス以外は、翼指流はクプテラノドン化に属する。ニクトサウルスをプテラノドン化に含むとする見解もあり、少なくともプテラノドンと遠い関係にあるわけではない。生態のオスの標本にはいずれも頭部に巨大なトサカがあった。 ニオブララ類相の翼竜はおそらく海上で大半の時間を過ごしていたと見られ、陸に向かうことは少なかったと考えられている。ニクトサウルスは翼を支える第四施設骨以外の指を書いており、陸上を四足歩行したと推定されている他の翼竜と比較して、陸上での行動が制限されたことを示している。飛鳥類型恐竜、クラオサウルスニオブララ類相は、 海岸から数百キロメートル離れた海域であるが、陸から流されてきたと推測される、飛鳥類型恐竜の化石が発見されている。潮積や洪水により、死体が運搬され、体内の細菌の発するガスにより、浮力を獲得して卓越した風と海流によって起き運ばれ、そこで沈んで堆積したと考えられている。ハドロサウルス類のオシーからは、 神跡やスクアリコラックスの歯が発見されており、サメがハドロサウルス類恐竜のオシーの一部を消化していたことが示唆されている。ニオブララ類層で発見される恐竜化石の大半はノドサウルス化のものであり、ツノ竜や鳥類以外の獣脚類は発見されていない。鳥類クチオルニス希少ではあるが、3族の鳥類がニオブララ類層で発見されている。彼らは、 原生鳥類を含むクレードの外側に位置し、まだ葉が残っていた。パプトルニスとヘスペロルニスは、水中に潜る海鳥で、イクチオルニスは、現在のカモメに似た生態的地位の海鳥だった。いずれも、シファクティヌスやサメ、モササウルス類に捕食されていた。ニオブララ類層には、商業用の炭化水素が豊富に含まれている。東部のデンバーボンチからは、 天然ガス、ノースパーク盆地から和からは、石油が産出しており、新たな破砕手法により広大な面積での石油利用が可能となっている。ありがとうございます。